どうもこんにちは、グリーンデザインの滝口です。今回はですね、以前にも動画で紹介していたこちらのパキラですね。パキラがまたこんなに大きくなりました。なのでちょっと置き場所的にちょっとパキラ頭がつっかえちゃってるんですね。なのでこのままだと本当置き場所的にも困ってしまうので、剪定をしていきたいと思います。以前もパキラの剪定をやったんですけれども、まあ、今回も同じようにこの巨大化したパキラくんを、綺麗に剪定していきたいと思います。この時期結構パキラ育ててる方で、でっかくなって困っちゃったっていう方いらっしゃると思いますので、まあ再度ね、改めて剪定のやり方をご紹介したいと思います。はい、まあ見事に大きくなってくれた我が家のパキラくんです。ちょっと新しい家に引っ越してからね、こういう白い陶器の器に絵描いてあげたんですけれども、根っこもちょっと広々生えられるように大きな器にしたので、多分そのせいもあってか地上部もしっかりとこう伸びておりますね。というわけで、今回このパキラちょっとしっかりめに切ってみようかなと思います。まあ、葉っぱもいっぱいね出てるんですけども、このパキラはこれが1本ですね。この長い枝が1本と、こっちに、もう1本太い枝が生えていて、二股に分かれてます。1本小さい枝が生えてて、もう1本これがかなりたくましく伸びてますね。こっちがもう1本ですね。なのでこの太い枝、前も何回かこう切っていて、切った跡がこうポイントポイントでこう切った跡があるんですけども、ちょっと今回はしっかり強めに切ってみたいと思います。まあ大体この二股に分かれてる短いのと同じぐらいの高さでカットしていきたいと思います。もう本当はこの葉っぱのついているところでカットするのが一番なんですけども、ここまで勢いよく芽が吹いていれば、ぶっちゃけどこから切っても大丈夫です。なので、ちょっと今回は勇気を出して、ちょっと下の方からカットしていきたいと思います。で、大体この二股に分かれてるところと同じぐらいの高さでカットしたいと思います。よいしょ。はい。カットできました。だいぶ高さが抑えられましたね。で、切った方がこれですね。まあ、この切った方はですね、水につけておけば、まあ、挿し木で増やすこともできますので、まあ、このパキラも、これから生かすこともできます。今ここでね、切ったところがこんな感じになってます。結構太い断面になってますね。で、高さは二股に分かれた細い方の枝と同じぐらいになっています。で、ここから何本か分かれて出てくるのかなと思いますので、ここからですね、おそらくこのぐらいの太さであれば、2本ぐらい枝が生えてくるかなと思います。なので、ここからまた枝が分岐して生えてきてくれるんじゃないかなと、ちょっと期待しております。ちょっと正面を向けてみました。ちょっと正面を向けると、この細長い方の葉っぱ、これがですね、ちょっとこう、つき方が良くないんですね。ちょっとこう下にこう折り重なるようにして生えていたりとかして、ちょっとあんまりね、見た目がよろしくありません。ただ、新芽がしっかり出てきて、株はしっかり元気ですので、ちょっと今回、根元の方で、試しにカットしてみたいと思います。このあたりで、カットしていきたいなと思います。まあ、ほんとパキラはどこで切っても大丈夫なのが強みなので、まあ、思い切って切っちゃいましょう。はい。断面が、こんな感じになってます。
こんな感じですね。しっかりスパッと切れてますね。はい、かなり今ちょっと寂しい感じになっちゃったんですけれども、じゃあ果たしてここからどのぐらいのね、スピードで新芽が出てくるか、ちょっとこれで見届けたいと思います。で、切った方のこっちのパキラはですね、まあ、なるべく早く、芽がついてほしいので、まあ、しっかりこれからね、ちゃんと液体の肥料か、もしくは固体の肥料でもいいんですけども、肥料を与えるとぐんぐん、芽が出てきてくれますので、まあ、ちょっとしっかり肥料を与えて経過観察していきたいなと思います。はい、では今回はですね、こちらのパキラ、こんなに寂しい感じになっちゃったんですけども、まあここからね、しっかり芽を生やしてまた立派な株に、育てていきたいなと思います。まあパキラ、今育ててる方多いと思うんですけれども、育てるポイントは、あんまり水はあげすぎない方がいいです。なので土がしっかり乾いてからたっぷりと水やりをしてあげてください。で、もう一つは、なるべく明るいところで育ててあげてください。パキラは日が当たらないと黄色くなっちゃったりとか生育不良を起こすことがありますので、まあ、しっかり明るい日か、お家の中で明るいところで育ててあげてください。で、あと寒さに大変弱いので、10度以上キープして、暖かいところで育てるようにしてあげてください。はい、で、肥料ですが、パキラは、まあ、固形の肥料でも大丈夫ですけども、できれば液体の肥料をあげた方が元気に、育ってくれます。なのでこんな感じでちょっと芽をこれから吹かせたいぞっていう時とかは、なるべく液体の肥料を薄めてあげてください。はい、では今回は我が家の、パキラの、お話をいたしました。この動画もし良ければいいねボタン、また、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。